今まで好きになった人とか、まあ、お付き合いした方を思い返してみるとなんか価値観っていっても考え方だけではなくって例えば生活リズムとか金銭感覚とかあと、まあ、育った環境家族との関係性とか。 そういったところが似ている人との方がより濃く長いお付き合いをさせてもらってたのかなって思いますね結婚と恋愛は間違うなと思いますねやっぱりま結婚になるとよりパートナーと言いますかま人生を共に寄り添っていく相手になってくるのでまあ、でもそれは恋愛関係からどんどん徐々に構築していくものでもあるので まあ恋人同士の時に完全にそれが備わってなくてもお互いが作り上げていくものなのかなとも思いますけれども、うん、変わると思いますね前までの生活を考えると好きな時に出かけて好きな時にデートしてお互い行きたいところに行ってっていうのができてたと思うんですけどやっぱりそれができない状態になって みんな何かしらストレスが、ね、かかってる生活をしてると思うんですけど、まあ、仕事もねリモートになったりとか生活がどんどん変わってしまって落ち込むともあると思うんですよなので楽しい時だけデートするとかじゃなくて相手が落ち込んでる時にどう支えてあげられるかとかどうやって安らぎの時間を一緒に過ごせるかっていうことが。 皆さん重要性を感じるようになったんじゃないかなって思いますね。いやそれはあると思いますねそれこそこれから夏本番で、ね、花火大会とかバーベキューとかアウトドアが盛んな時期になると思うんですけどそういうのもどこまでね自粛したらいいのかわからないですしそれこそ,そのアプリとかそういうところで自,自分で積極的に出会うを探しに 行く時代がいいいよ本格的に到来したのかなと思いますすねねそうです、ね、私はあの小学校から大学まで共学だったのと、まあ、会社もいろんな業種の人と割と関わる仕事だったので比較的出会いは多いタイプだったとは思うんですけれども全く新しい出会いの場に行くっていうよりは身近なところでの出会いを 出会いいででご縁があったったていうタイプですかね今回のコロナのことで皆さんそれぞれ本当の自分にとっての幸せって何かっていうのをすごく考えるようになられたと思うんですけどやっぱり、ね、思うように仕事ができなかったり仕事だけに幸せがあるわけではないっていうふうに気付いた方もいると思うので仕事以外のところでどのように充実させるかまた まあ人とのつながりっていうのがなかなかこれから気軽に会えなくなるしばらくは会えなくなる分積極的に人とのつながりっていうのを自分から作っていくことが重要になってくる時代なのかなと思いますね。そうですね相談されますし皆さん結構使ってるなっていう印象がありますねマッチングアプリを。 浸透してるなーっていう実感は私自身ありますね。そういうコミュニティの新しい場の一つとして浸透しているなっていうのはすごく感じますね。あの会社にいても先輩がこういうの使っているっていうのも実際お話伺ったりとか、まあ後輩なんかもみんな使ってたりとか、あの業種に関わらず、うん、多いですね私の周りは。そうなんですよ。よ使ったことがなくてただ。 結婚してるのでこんなこと言うのもあれなんですけど経験してみたかったなっていうのはありますね使ってみたかったなっていうのは共通点があるってすすごく大事だと思うんですよ例えば同じ趣味を持っているとかそういうところをクリアした段階であの出会えるっていうのはステップとして正しいなと言いますか、うん、より楽しい時間を一緒に過ごせる相手と出会えるのかなと思いますね。 なんか本当に細かかく分かれてるので結婚観とか子供が好きが欲しいか欲しくないかとかって、ね、本来はちょっと相手と探りながらそしてもしずれてしまった時のそこのすり合わせってそこを最初に、ね、クリアできてるっていうのは素晴らしいことだなと思いますね。 そそれこそ今例えばバーベキュー好きの方とかってなかなかバーベキューねできない方も多いと思うんですけれども、まあ、今これ乗り越えたら一緒にやるっていう夢もできますし実際にそこに行かなくても同じ好きなもの同士が出会えるので、うん、この時代にこの時期に合ってるなって思いますね。 ね、あのメールでのやり取りとかってどうしてもその人の声が聞けない表情がわからないっていうことで自分の中で想像するしかないと思うんですけど、まあ、こういうご時世ですし一回ビデオでお話しできるその人の仕草とか表情とか雰囲気っていうのはあのビデオだけでもある程度感じられるものがあると思うので。いきなり会っってもしちょっとあ 苦手かもしれないって思ってしまったときに、なかなかそこからの時間ってね苦しいものがあると思うんですよ。で、そこを一回あのメールよりも一歩進んだビデオでお話しできるっていうところで、なんかよりまた次会えた時の感動とか絆が深まってるんじゃないかなと思いますね。事前にあのちゃんと証明書で皆さん会員登録されているっていうところは。 安心感の。一つなのかなって思いますね。登録の段階で、そこを。あの、しっかりしたもので提出しているっていうことで。あの、安心材料の一つになるなと思いましたね。よりクリーンな。ものであるっていう印象が。強く残りましたね。すごい多くの方が登録されてるっていう。まあ、私の周りだけでも。たくさんいますし。今、なかなか。 ここ東京ですけど東京以外のところに行ったりとかもできなくてただ自分の地元に帰れない人もいると思うんですよでも地元でいい出会いがあったらとかっていうふうに願っている方も多いと思うので、うん、そういう方へのニーズっていうのはすごくあるものだなっていうふうに気づきましたね。というか利用してみたいです。 どんな出会いがあるのかとかとやっぱりすごくあの自分と会うのになかなかご縁がなくて出会えない人って必ずねいると思うので性格もあったり趣味も合うのに、まあ、そういう出会いをね逃してきた可能性もあるので、うん、もし独身だったらなんか使ってみたいなって思いますね。つついつい あの自分に自信がなかったりとかあの一歩踏み出せなかったりもすると思うんですけれども、まあ、これからの新しい恋愛様式はただ待ってるだけじゃなく勇気を振り絞って一歩前に進んで探しに行くことが大切になるのかなと思います。